次は調合に入りたいと思うんですね。ここに書いてあるように何かそのフラット、これフラット系ですけどね、フラットが1つ2つというふうに3つというふうにして増えていきますけども、とりあえず皆さんに、覚えていただきたいのは、こう調合とそのこのヘ長調、1つはヘ長調、2つは変動長調という、そのつながりをね、きちんと自分の頭の中に入れていただきたいと思います。で、あの調合のこの何か規則というのが ありましてね、で、2つから3つ4つというふうにして、もちろんなんかその完全ごとずつ実際に下がっていくというふうにして、まあこれちょっと説明すると非常にちょっと難しくなるんで、それはもう音楽理論の基礎でまた説明を受けると思いますけれども、とりあえずあの例えば英語の単語何かを覚えるときに意味、あそのいちいちその何て言うんでしょう、その意味を考えて、それであこの単語はこの意味だったんだというふうにして覚えることはなくて、ね、その反射的にパッとその一緒に覚えてると思うんですけど、でこの場合もですね、そのヘ長調というのはあまりの場合だったらもうあまり考えずに、とにかくフラット1つで変動長調の場合2つというふうにして、それをもう、反射的に覚えていただきたいと思います。で、これもですね、まあ、実際に使われるのはあのなんていうか7個とか6個とかその辺の中増えてくるものというのはそれほど使えあまり出てこないんですね。で、とりあえず皆さんが勉強するのは、まあ、その初めの段階かもしれないんですけれども、この4つあたりまででもいいですから、しっかりと覚えておいていただきたいです。で、シャープのもちょっと出してもらっていいですか。で、今ね、じゃあこちらで説明しましょう。今、ド長調で、こちらがですね、ゲードはドイツ語、英語って書いてありますけど、英語はほとんど今使いません。この、最初の段階ではね。で、ド長調、ゲードは、二長調、デードはというふうにして、まず、ドイツ語と日本語のちゃんとその関連を、この調合とともに覚えていただきたいと思います。で、これもですね、もちろん結構数はあるんですけれども、とりあえず4つか5つぐらいまでの結構だと思います。で、それもね、フラット、シャープで、繰り返し自分の中で覚えてください。で、あの余裕がある方は、その自分でピアノで弾いてみるといいですね。で、これは今書いてある音は音階の開始音になります。で、音階のその開始音から、その順番に上がっていって、この調合に書いてある音を弾いていく、そういうことも、やってもらってもいいかもしれません。